松中みなみの展開タッチ。さあ今週は菊花賞、先週の台風皆さんの地域は大丈夫だったでしょうか。今週もまた雨っていう、京都の方は多分土曜日雨だけど日曜日は晴れなので、まあ、芝がどれぐらい回復しているのかっていうのはしっかり直前まで見れる方はチェックして、どこら辺から伸びてるのかとか、ね、要チェックです。そしてあの予想の前に先にお知らせをしたいと思います。元女性ジョッキーの鈴木真由さんが競馬のオフ会を大阪で開くらしいんですが、なんとそのイベントにゲスト出演することが決まりまして、なんかその真由ちゃんのイベントが26、27あるらしいんですけど、26日があの競馬エイトの高橋さんがゲストで、私が27日日曜日の、天皇賞の日かに、ゲストとして出ます。お昼ぐらい、あそうだ馬券勝負って言ってたので、まあ、みんなお酒飲みながらあのまゆちゃんと私の競馬予想対決を見つつ自分も馬券を多分買うみたいなのを楽しむイベントらしいです。なのでまだまだチケットもあるし当日券もまあもちろんあるんですが、はい、予定を合わせて10月27日お待ちしております。それでは早速菊花賞の予想に行きます。馬柱をご覧ください。フルゲート入りました。ちょっと待ってね、あ、ペンペン、ペンが出た、よいしょ。まず展開からいきますと、逃げる馬少ないんですよね、逃げ先行馬、まあ、多分シフルマンが行くのかなっていう感じなんですが、なんか大逃げはしないみたいな感じで言うので、そうなると結構スローの瞬発力にもなりうるし、そのままそのまま前残りも怖いなっていうところであるのですが、あとまあ前につける馬っていうのが4番のユニコーンライオンだとか、あとはね強い3歳世代、多分トップレベル、トップクラス間違いないベロックスとかなので、ベロックスより後ろでどういう競馬ができるかっていうのがなかなかちょっと想像しづらいけど、思ったよりスローになるならスンっていうこともあるのかなっていう感じで、まず白三角、まずは2番の西野デイジーにしました。今回はやっぱりなんといってもルメール騎手に乗り換わり、もう絶好調、土曜日も絶好調のルメール騎手なので、ここの乗り換わりは本当どういう化学反応を見せてくれるのかすごく楽しみではあるんですが、で馬自体もやっぱり前走、ね、トライアルのセントライト5着、ね、ダービーもまあ5着、もっと本当はこの馬的には頑張ってほしいけど大崩れもしてないので、この、ね、メンバー、そのダービーだとか皐月賞だとかトライアルで勝った馬が出てない今回、まあ、何かあってもおかしくない実績のある馬だとは思うんですけど、ただちょっと乗り難しいっていうところプラス、あんまり重たい馬場、道悪馬場が得意でないっていうところでちょっと気になるなって思います。さあ続いて、あ、まあでも内枠は結構いいのでそういった面ではいいですよね。続いて15番、ホーサベルに白三角を打ちます。まあ夏の上がり馬、今ただいま2連勝をして、しかもある程度前につけてこの連勝しているっていうところも、だから割と前目につけたらいいレースができるっていうところは今回このレース展開を見ているとすごくいいなって思ったんですけど、ちょっと外枠過ぎるというか外枠なのが惜しいなっていうところはあり、前残り期待の白三角っていうところにしました。さあ最後の白三角には11番のシフルマン、逃げ残り期待一言っていうのはあれですけど、まあ、実際前走の神戸新聞杯は8頭立ての6着っていう、もうちょっと粘ってほしかったなっ
ていうところではありますが、まあでも叩いた上積みっていうのもありますし、やっぱりこの菊花賞っていうのが神戸新聞杯組がどうしても強いなっていうところがあるので、うん、やっぱ無視は怖いっていう白三角です。いや今回はね、でもちょっとちゃんと攻めましたよ。それでは重たい印に行きたいと思います。